おはよう。おはよう。どうした？起きたからおはようって。え、どこで起きたの？言いに来た。ここで起きたの？あ、いや違うよ。ちょっと近くで。あ、会いに来てくれたな。あ、もうさよなら。なんでなの。どうせあれやろ、ルーを探しに来たんだろ。あ、そう。やば、マジか。ルー目当てか。へえ。ちょっとカロリー高いまだ。まだあれはカロリー高い。おお、それはお前お前それは無理だろう。ごめんな。どうした？あ、よかった。早く逃げろ、とっとと車取って。ありがとう。マジか、車取ろうとしてたんじゃないの？薬売ってたの？お前ふざけんな。え、ヒーローだ。早く逃げろ。ヒーローなんて何やってんの？赤さん、大丈夫？うん、本当に助かったよ。あんなとこで堂々とすんな。またパトカー来てる。ちょっとアジトの付近で犯罪しないように言ってください、ヤクさん。ちょっと離れて打ってください。足と真ん前で打んないでください。7193銀行強盗誰かやってます。逮捕しに行くわ。オッケー。千代田現着です。今行きます。千代、夢を見てる。あ、夢か、ごめん。警察じゃないんだ。え、何人？人質いる？人質の解放条件はまた外出てから。了解、じゃあちょっと外で待機します。バイクで行きます。ここちょっとバレないようにここスパイク置いとく。あ、了解。警察にすがりつくのやめろ。コンパイサーガット抜けてまいりました。よかったの、本当に。俺がしたいこととかもあるし、夢の時間帯とかもあるし、いろいろ昨日は話して。オーナーってマクドナルドさんだよね、多分。あ、そうです、僕がグッバイサーカス行くって言ったらどうする？ちなみにグッバイサーカス行くって言ったら、もしね、でもやっぱやりたいことはグッバイサーカスと僕も違ってると思うんで、いずれこうなるなと思ってたんで。もう本質的にその、はい、ギャングの組織の本質的にってことか。オッケー。もう全部もう開けれたんですか今んで？うん、終わったよ。帰るよ。え、早くないですかこれ？あ、そうですか。そうなの。一人ですよね。うん。警察はこのスピード来ないですか？このスピードだと来る前に出れる。いつもこういうことを呼吸のようにやるのがうちのギャング。マナ弟子だと思ってるから、はい、これぐらいはできるようになってほしい。わかりました。いつも人質取ってるんですか？いや、そこもう取んないで走って逃げる時すらあるね。なんなら。捕まったことあるんですか？ない。警察から僕なんて呼ばれてるか知ってる？アンチェインだからね。アンチェイン？そう、アンチェインって呼ばれてる。早すぎてあいつは捕まえられない、鎖に縛られない、アンチェインって言われてるから。うわ、俺もそんなに欲しいっすね。俺も兄貴どうした？あ、もう何事もなかったかのように。車落ちてたの拾っただけだよ。そうですよね。うん、僕が何て呼ばれてるか知ってる？アンチェインだからね。アンチェイン。躊躇がない、ためらいがない、はい、躊躇がないからこれぐらいの速度でやれるし、ついてけるかな俺と。やってけそう。そう、ついてくるんだよ。ついてこなかったら首引っ張ってたもんね。ついてこさせるから。はじめまして。あ、はじめまして。お座りください。あ、はい、座ってくださいね。はい、だいぶご対応いいですね。ああ、違うですねこれ。あ、違いますね。ちょっとすみません、違いますね。本当待ってください。本当いっぱいあるんです。あ、これですねこれ。態度が悪いですね。すみません、本当ごめんなさい。そのとめなくて脳幹でお願いします。はい、あ、これでお願いします。ああ、はい。じゃあ、私、オールインの、アンダーボスと経理担当の役紅です。じゃあ、エスタークさん、まずは自己紹介していただいてもいいでしょうか。はい、エスタークさんです。7193の銀行。ロスタンドの血祭りしたいです。グッバイサーカスはもう今抜けてる状態ですか？人質になってる状態です。なるほど。抜けて、うちに来たいと思った理由は何でしょうか？みんなで一丸となって、こうやるみたいな。はい。犯罪とか大きなことをなすみたいなのをちょっといろいろやってみたくてですね。なるほど。兄貴のような男になりたい、そんな思いから。なるほど。兄貴っていうのはこのナシマさんのことですか？ああ、そうです。なるほど。結構ナシマさんを慕っている。ああ、もう僕に犯罪の色を教えていただいたことなんで。おお、なるほど。今ちなみに所持金っていくら持ってますか？所持金は5000万です。結構少ないな。一応抜けるときにこのギャング入るのに入会金5000万必要ですけど払えますか？いいです、全然払えますよ。そしたらじゃあ77番に送ってもらえますか？はい、じゃあお気持ちはね、はい、お返ししました。はい、はい、しっかり全財産を投げる覚悟があるということで。ああ、そういうことを試すってことですか？はい、じゃあそしたらまあ面接は一旦大丈夫じゃないですかね。あとはまずボス次第の面接はじゃあ合格で。何番？今日エスターク150番です。あ、そうだ、あと大事な質問が、ギャンブルは好きですか？ギャンブルは好きです。よし、行きなさい。白井さん、はい、6億貸してくれん？ないよ。なんで？いや、9億のテザラクトっていう車欲しくて、電気のホストクラブで働くかもしれない。ああ、俺6億落とすかもな、それ。あ、そっちの方がいいな、都合。ホスト強え。ホストあるの？ホストね、もう紹介はしてもらってる。いつでもホストになる道は開かれてる、僕が。俺もホストやろうかな。ごめん。かなたんだから、かなたんやめろ、殺すぞ。はい、やめー。かなたん。待って、ごめんごめん。ほんとナノって本当にナノだわ。マジで。うん、ナノはマジでナノ。ルーさんからも言ってくださいよ。言ったって変わんないもんね、ナノ。ナノはナノだよ。それでいいんだ。怖い。何が怖いの？怖い。こっちが怖えよ。はい、終わったよ。ありがとうございます。あの人なんか、うん。結構いろんな男の人と一緒にいるから、あんまこう親しい風やめてほしいんですよね。僕が敵作ることになりかねないから怖くて。確かに確かに。怖くないよ、この子は。ねえ。いやだ、僕はそういうのないっすって。聞かないっす、そういうの。僕普通に犯罪よりも好きなものないんで。私は別に女の子好きじゃねえわ。じゃあ言うなよ、かなたんとか。他の人がそう見えるような言い方すんなっつってんだよ。あいつやばすぎだろ。最悪や、あいつ、マジで。あいつのせいで僕の評判が下がる。アジト狭いからな、こいつ降りれるかな。アジト狭めか。そう。変わろうか、運転。え、待って。運転できないっていう話聞いたんだけど。え、誰に？え、なんか、野島さんは運転ができないって、ヘリの運転が。いや、できるが、橋の下くぐれ、あー、もうカッチーン。ちょっとどっか下ろしてよ、そこら辺のどっか、どこでもいいから。ガタ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 。広めのところで降りてよ。カッチーン。カッチン来ちゃった。見してやるよ、僕の運転技術をタヤに。証人になって。もうどこ行きたい？もうこんなんこうよ。もう橋の下とか行こう、橋の下。うん、運転できない人はこれを通ることさえできないよ。まあ確かにそうだね。そうよ。あ、うまい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 。じゃあ言っといて、次言われたら。分かった。いや別に普通に運転できてたけどって。あとマーカー刺してるから、あの人のとこに駐車できるか。あ、もうこんなん余裕よ。もうこの直で行く、直で。こんなん直よ。うまいかも。え、うまいかも。え、待って。天才じゃないそれ。だから普通に僕、運転できるけどしないだけなんだって。言っといてくれ。え、天才かも。うまい。プロペリティナンバーインコレクト。左のところに数字入れて、右の欄に、その右の暗号のやつだよね。あれ、なんでできないんだろう。あれ綴り間違えてんじゃね普通に。結構ヤクさんはね、こういうとこあるんだよ。ちょっとね、うっかりなとこあるから、もしかしたら。うっかりやくさん一瞬書くからさ、ここに、6個見て。はそれ、バンチじゃない ?21 どっから出てきたの？なんだこれ。え、ちょっと待って、なんだ、暗号にしてたのかと思ったら、これ、このまんまなの？もう、意地悪だな。いやいやいや、書いてあるんだよ。英語で。いやいや、これ、できたわ。謎解きしてたって。ヤクさん、こういうとこあるんだよ。だってさ、簡単すぎるじゃん、そのまんま。なしまさんのことだからさ、オールインだけに分かるように、こういうことにしたのかなと思って。いやいや、もうこの時点でオールインだけが分かるんだって。そうなんだよ。いやいや、違う。ね、顔真っ赤だった、ヤクさん。違う。書いてよ、それは。書いてあるんだったから。書いてる方を試してからやってよ、せめて。紙袋で隠してんだ。赤さんができるわけないじゃん、そんなのしたら。だからか。まあ、観測者に説明すると、パスワードがブラックジャックなんだけど、それを、なんか21って入力したらしい。もう。そう思うよ。え、まさか英語でそのまんま書くものだと思わなかった。ポンな一面はあると思ってたけど。それはさ、ブラックジャックって聞いたらもう21でしょ。千代よ最初に何て言ったかしてる？これ番地書いてないって言ってたからね、8121で。あ、君はちなみにもうブラックジャック体験したかい？ブラックジャックはもう俺1億2億負けてます。あ、そう、マリーさんとはどうなの？どうってなんすか？なんか言ったっすよ、でもギャングになるの。おお、なんか風の噂でいい感じみたいなのは聞いてた。いい感じ。恋愛ではないかな。あ、恋愛ではなかったんだ。1日目からずっと一緒にいるって感じですね。ギャングになるって言ったらどうだった？あー、傷ついてたんじゃないですか？でもちゃんと受け入れてくれて応援するし、できればマリモもやめないでほしいって言ってくれて。おー、なんだっけ、高級車ディーラー？そう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 、ギャングの人を優先するとかそういうのはしちゃダメだから、もう公平に売れるならやっていいよっていう。じゃあ1000万安くしてくれましたよってんかな。あれ仲間だよね俺たち。そうそうだよ、そうだよ、俺たち仲間だよね。よかった、同じギャング仲間だよね。オールインだよ、オールインだよ。俺人生オールインしてるからね。そうだよね。君が選んだ道だからそれは尊重する。うん、ただ今後ね、君はキャンクだし、俺たちは警察だ。ってなるともう、お互いに鉛玉をぶつけ合う気になる。そうですよ。俺も今一つ決意を固めます。よくやった。もう完全にこっち側なんだな。当たり前ですよ。物は取らないで置いてやった。かわいそうだから。まあでも鉛玉うちはなかったのはそういうことだから。初めてやな。ああ、そっか。恋愛ちゅうものが大事なんかもしれんな。マッチか。私もそんな恋愛とかできるんやろか。行事業よいしょ。あ、ひろこ自分が可愛いの分かってんだ。分かってるね、ひろこ。ひろこ。ひろこさん。釣れたの？いやいや忘れてません、忘れてません、忘れてません。無理やり言わせてないなんて分かってるくせに。すごい覚えております。ひろこ。同じクラスなんだね。ああ、みたいですね。ねえ。はい、これからよろしくね。ああ、こちらこそよろしくお願いします。嬉しいな。行きたい。デートに行きたい。17歳か。ひろこさんのね、デートに行きたい。デート？ああ。そんな急に言われたらドキドキしちゃう。いやいやいや、もうドキドキも何もあんだ。もう、どうでっか、キノコ。ああ、キノコって、そういう、違う。キノコ狩りに行きたいということで。はい。キノコ？何やる？キノコ狩りどうでっか。俺らも最初ここ取ったな。キノコ好き。よかったー。赤さん、冒険だ。来てます。こっち側の間やった。オッケー、裏側までやった。ゼロが全然いってる。道路側ってことだよね。ああ、いますね、人。あ、これ悪いやつか。青くし刑事が都合の取らないやつだ。抵抗するな、犯人。今ご飯取り終わった。死んだー。60の倉庫裏はこれ60の倉庫裏、用と赤それだったから撤退するよ。オッケー、撤収する。やめろ、乱射するな。これ特殊ルートすれ違った。猫番号、猫番号ロー。これ今あさられてるんじゃない？あ、まあないか。やめろ。やられてるけど俺そんな持ってない。私はいいの？一応これが言ってたグッバイサーカス抜けたやつ。面接は OK になった？うん、面接はね OK っぽいこと言ってた。名前なんだっけ？ダークジェットダークネスです。あ、もう長いよ。でもSタークってんでくれればいいんで。あ、Sターク？はい、それでじゃあ今日からオールインってことで。はい、よろしくお願いします。うん、ちなみにいくら持てんの？これは今は、入る時の5000万払って、で、今、ユニオンヘイストの3500万あって、今3500、3000万ぐらいです。5000万払ったって？え、5000万返ってきてないの？帰ってきてないですよ。えあれって帰ってくるんですか？どういうこと？それってなんかいつも返してなかったっけ？返したよ。ごめんごめん、私口座に金なくて返せてなかったっぽい。あ、ちなみにね、ボス、白夏目の真似めっちゃうまいよ。できますよ。やってみて。何やってんだ。めっちゃ似てる。めっちゃ似てんの。警察にコスプレしてやります。マジで似てんの。もう一緒やん。いやマジで分かんなかった僕も。スパイじゃない？僕もね一回ね。本当に白夏目じゃないあれ。白夏目じゃない白夏目じゃない。一番似てるみんな真似するけど。スターク東大学です。今日から入りました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。頑張ります。よろしくお願いします。じゃあ白夏目の真似して無線で喋ってみて。うん。待ってくださいね。ああ、了解。何やってんだ。一緒ってことか。何やってんだ。何やってんだ。何やってんだ。マジでうまい。何やってんだ。マジ下手なやついる。何やってんだ。何やってんだ。お前ね。止まった。エスタークが白夏目の真似うまいからやってみてって僕はね言ってた。なるほど。明日からよろしくお願いします。よろしくね。ジオは今日警察殺した？今日ボエラさんはやった。ボエラさん2回殺したね。おおいいね。対面でやった。ボス。今日アジトの前で赤さんが薬売ってて警察に見つかってた。赤じゃない？で、一応、その警察は、ただ僕が横にいて僕が殺したから、あれだけど、気をつけましょう、皆さん。はーい。とんでもないな。俺、前いたじゃん。なんかやる前に一回もっと考えてって。考えて。それが考えた結果冷たかった声。許してあげてます。もう2回ではダメか、2回考えて、じゃあ。わかった。もう1回考えるようにする。2回ね、2回。2回。2回。うん。やめろ。え？わー！はい、なしまです。ああ、なしまさん。ジェット機動かなくなっちゃって。どうしたんですか、これどっから持ってきたんですか。これなんか見つけて遊んでたんですけど、動かなくなっちゃって。あ、エンジンがいっちゃったんですか。いや、そうなんです。ちょっと仮修理で、できるかな。お。よし。いきますよ。おお、いけるのか、これ。いけー。残り20%。20%。いくぞー。いけー！ロサントス。あー！なんか閉じたんですけど。1000万が3億。大丈夫。なんで閉じたんですかこれ。信じる。これ僕がちょっとですね、目指すところにまでは僕はなんとか頑張る。走れ。もう一回挑戦します。もちろんですよ。そんなガソリンがありません。やばい。ちょっとできるだけ高く飛ばして、できるだけ高く。でも多分ね、今まずい。まずいガソリンがない。また女。こんなに綺麗なんだロスサントス。ああ、これがいやこれな。横に女性連れて見せたいなこの夜景。いやいつかですよこれ。やっぱいないですか、なんか意中の相手みたいなの。いやいないんですよねそれが。なんかこの街みんな誰かと誰かが付き合ってたりするから。あ、そう本当にもう人妻しかいないっていう。いやなんか人妻多いっすよね。多いんですよね。限界来てますね。ああ、じゃあ行きます。ここでそうっすね。行きますか。旦那さん今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。また遊んでください。はい、それではさよなら、バイバーイ。タバコ吸ってるー。限界チャレンジ、ここや。おお、あ、うわー。あ、白池のガレージ近く行く。